皆さんこんにちは、美容室アームの鎌田です。今日は水素を吸入してから27日目です。昨日気づいたのは、膝から下がいつもこの時期からカサカサになるのがならなくて、肌がツヤツヤしてます。あと背中もめっちゃ楽になってきました。今の状況はそんなとこです。また報告します。ご清聴ありがとうございました。